どうも、アメリカ歴史家の宮迫です。そして宮迫です。はい、このツーショットと言いますと、第2回宮散歩開催でございます。よろしくお願いします。お願いします。前回は下北沢の方で、ブラブラさせていただきまして、今回は、まあ、何度か、夫婦でも訪れました、鎌倉の方に来ております。はい、まあ、もう鳥居の方もドーンとありまして、はいはい、まあ正直結構前なんで覚えてないし、いろいろ変わってるんでしょうね。でも、もしかしたら思い出の場所があったりとかするかもしれないので、ちょっとあの宮散歩で、夫婦でブラッとしたいと思います。はい、じゃあ早速どっち行きますか。基本今日アポなしですからね、本当に。そうですよ、前回もそうですよ。いろいろ頑張っていただかないと。頑張っていただく。アポ取りをぜひ宮散歩さんには。お願いします。まあまあまあ、だからあのほんまの、そうですね、あのテレビ局ほどの影響力は全くないわけですから、ほとんど無理だということもありますよ。はい、言うとこ全部無理。はい、ただあの道路を歩くっていうだけの景色になるかもしれませんけども、はい、どうなるか分かりませんけども、はい、行ってみましょう。はい、ぶらり宮散歩の旅。本日は豊かな自然に囲まれた歴史深い町、鎌倉を巡ります。もういきなり喉は乾いたな。ねえ、ちょっとね、いいお天気だから今日は。そうやね。ねえ、よかったね。あのちょっと寒もなるんかな思ったら暑いもんね。嘘みたいなロケ日和。どうする。いや、ほんまにどうしようかな。ね、結構素敵なお店がもういっぱいありますから。もうプラプラ歩くだけでほんまええねんけどね。うん、あの仲見世通りやったっけ。八通り。あ、仲見世通りはあの浅草。ゆうちゃん、ゆうちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。小町通り行くか言うても、あ、でもなんかあの小町通りじゃない、このこういう細い道とか、あ、こんな道ええやん、こんなとこがええわ。だってもう小町通りの映像なんてだ、もうみんな知ってるでしょ。海外ロケで通るから。マジか、全然わかんない道ですねこれ。全然わかんない道行こうや。早速見つけた小道へ向かう宮迫さん。どうやら今回の散歩は鎌倉の見知らぬ一面に出会えそうな予感です。うますやな。鎌倉うどん、うどん食いてえな。ええなあ。昼飯も食わなあかんけど、その前にちょっと喉乾いたわ。なんやかんやで、もうだってさ、えらい早くから出発したのに、もうちょっと混んでたもんね道。一回あの喫茶店入ろう。お芋カフェ。なんて読むのこれ。かな、カナリア、あ、金糸弱って書いてカナリアって読むの。あ、デジかな。ちょっとお茶飲む？いきなり。飲みたいな。ちょっと聞いてくるわ。かもってて。もうグイグイ行かんとな。もうキリないから。お願いします。お願いします。あ、すみません、こんにちは。ちょっと待って。あ、やってる。あ。どうでしょうか。1点目です。あ、オッケー。あ、やった。いや、長いとか。やめて。俺の中でのボケプランがあるからさ。入ろう。オッケーやって。心よくオッケーみたいです。すごい、素晴らしい。記念すべき1店舗目はカナリアさん。一体どんなスイーツが楽しめるんでしょうか。あ、ええな、なんか柔らかい雰囲気やね、全体の色が。これの金糸、ちゃうわ、カナリアって何弱で。金糸スズメです。あ、スズメか。はい、あ、そうか、金糸スズメでカナリアってほんまにあれは当て字じゃなくてですか。あ、はい、辞書に載っ
そうなんだ。知らなかったね。金獅子爪でかなり。結構古いんですか、ここは。あ、はい。いや、古くはね、13年ぐらい。あ、でも13年ぐらい。わー、この柔らかい雰囲気の壁の色。落ち着くわ。癒される。うわ、なんすかこれ。パフェや。あ、ジャーカフェ、あ、ジャーパフェってほら、あのほら、瓶に入ってるやつや。いや、かわいい。ちょっとこれ、映えるで。のんちゃん、映えるで、これ。映えるわ。どれ、うわ、かわいい。うわ。え、ちょっと、かわいい、見て。カラフル。ほら、ジャーパフェ見て、ジャーパフェ。かわいい。いいね。映えてるやろ、ブレイク。うわ、いっぱいある。すごいメニューある。え、むちゃくちゃメニューあんねんけど。お汁粉見て、お汁粉も見てこれ。かわいい。こんなあの、なんていうの、カップちゃうわ。何、グラスに入ってるお汁粉はね。SNS 映え間違いなしのお汁粉。これには宮迫さんも興味津々です。どんちゃん、やっぱ映えたいやろ。映えてもいいんですか。ええよ。あ、チキナンタン。うん、俺は、あ、安心。俺は、一緒に食べれる？俺はアイスコーヒー。あ、ちょっともらう。あ、どうしようかな。迷う。やっぱお芋やから、お芋いきんすよ。うん。あ、おすすめ聞こう。あ、すいません。そうだね。おすすめは何ですか。やっぱジャーパフェですか。そうですね。今の季節ですと、こちらの秋の季節限定のお芋鎌倉かぼちゃパフェが、とても今、稼いで。あ、もうじゃあ、恐れしいです。こちらでお願いします。これと僕アイスコーヒー、はい、お願いします。お願いします。この方も来られてくれて、本当だ。すどこ上の方にサインが荒川静香さん。おお、すごい。宝石箱やった。荒川静香さんの宝石箱。いや、また違うサインです。サンキューってもしかしてパンサーじゃん。パンサーや。本当だ。なるほどな。あ、お、あ、ほんまや。あ、すごいな。すごいね。有名店やってる。うん。まさかの。しょっぱだから。イナバウは来てるしね。ね。こう食べはったんかな。失礼な話ですけどね。な。そうだよな。うわ、流しよった。そうだよな。なきゃあるか。お客さん、お客さん。どうぞ。はい、どうぞ、映らへんか、大体。どうぞ。お前がそこやったら、なんてんなになるやろ。いい。どうぞ。こうなれ。あ、来た。お待たせいたしました。かぼちゃパフェ。うわー、かわいい。かわいい。すごい、ちょっと。すごいですよ、これ。かぼちゃと紅芋をふんだんに使ったパフェは、女性に人気抜群なんだとか。いやー、かわいいアイスコーヒー、映えるわ。そうじゃないと言いづらい。ダイエット企画中の宮迫さんはアイスコーヒーで我慢です。違うか、物いい。違うか違うかって一時を言ってたな、夫婦で。夫婦で物いい流行って。違うか微笑ましい。そういう時もあります、はい、あれもっと流行ってもええのにな。違うか。あ、いただきます。ちょっと俺もう喉から疲れた。いい食べ。これからいただきます。あ、コーヒーもうまい。何アイスだ。かぼちゃのアイスだ。あ、そうか。パンケーキ。ぽいぽい。ハロウィンだね、もうすぐ。あー。ね、そうだね。もうでもさ、50になってハロウィンとか意識せえへんやろ、もう言うたって。でも私買ってきたよ。かぼちゃのなんか置物買ってきてたな。すごい。ちゃんとそういうことを。あのリーフいつも飾るもんね。リースや、間違った。
いいっす。クリスマスに。いや、絶対行かさん。好きやん。なあ。これは、さつまいもですね。そうそう、紅芋。え、紅芋って書いてあるな、確か。これ、紅芋ちょっと。うわっ。おい。ちょっと、あの、紅芋の粒も入ってるやん。いや、美味しいな。今、甘いもの知りそうですね。いやもうダイエット、な結果発表間近いから、これは本当味見しかできん。食べへんわ。発達いかましたね。見たいな。ダイエット発表で食べられへん。白玉食べてみて。白玉大好き。腹立つ。腹立つわ。高校生ぐらいかな、さっきの。なあ、りっくんと同じ年ぐらい。それにのあの入れて食べんじゃん、パリッと。そう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 、そこでなんかミニモナカ作るんじゃん。そう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 、違う、そうやと思う、うん、いや、モナカにしよう。もうちょっとなんかいっぱい入れやす。食べるとき、ちっさいな。もっとこうして食べたらとか。違えん、より美味しく食べていただきたいわけよ、はい、だから提案すんねんけど全然聞かない。普通さ、女の人の方がなんか店とか行って別のもん頼むやんか。な、一口ちょうだいって女の人の方がよく言うイメージ世間的にあると思うけど、まあ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 、逆やもんな。俺がちょっと味見させて、いや、なくない。のんちゃんこれ食べてみって。あ、私大丈夫。不思議で仕方がない。シェアしたらええやんと思わへん。結構、だからそれともこう男女逆っていうか。ああ、なるほど。だから初めて行ったんですよ。気になる、気になるよな、人の味な。ほら、うん言うてるやん。無理やり無理やり。違う違う違う。え、高校生？あ、大学生。あ、じゃあうちの子と同い年ぐらいや。やっぱ、あの、映えに来たん。映えるから来たん。あ、そうです。な、そうなんだ、やっぱり。映えるよね。ね、怖いっすよ。共通言語してる。50のおじさんから映える映えるよね。怖いっすよ。おじさんはもういい。ここのパフェ映えるよね。さあ、完食です。ごちそうさまでした。綺麗に完食したな。しかしすごい美味しかったです。美味しかった。美味しかった。お会計も済みました。はい。あ、すいません、もうそれもちろんです、もちろんです。そうだ、ちょっとステッカー、ステッカーっていうのこれ。あ、そうですね、はい。ちょっとステッカーを、ステッカーを作ったんです、2種類ほど。わー、本当だ。これ、2種類ほど作ったんですけど、これ、貼っちゃっていいですか。はい。どっちがいいですか。白い方。あ、どうぞ、すいません。もうすぐ終わります。初です。ね。初ステッカー。うわ、初ステッカー。めちゃめちゃ可愛いですよね、それ。あ、もういい。いいね。はい、初ステッカー。いい。活用していきましょう。ね。はい。ありがとうございます。あ、ちょっと彼女たちにもあげんと。どっちがいい？じゃあ白い方。はい、白い方。彼女はピンクする？はい。ありがとうございます。はい、ありがとうね。さてさて、おしゃれなカフェで一息ついたところで鎌倉ぶらり再開です。いや、美味しかったね。もう俺もダイエット企画終わったらがっつり食うからな、ああいう美味しいもんを。あの、でも、あのリバウンドをしないように、もうデルスカットとかいろんなことを駆使してリバウンドをしない、健康な体作りですから、はい、がっつり食べると言ってもちゃんと節制するんですよ。自分でぐらいね。そう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 、それをね、もう覚えてきま、うまそうやな、クソ。これめちゃめちゃ美味しいラーメンです。銀座の方でも、銀座、鎌倉でめちゃくちゃうまそうやな。見てみこれ、鶏チャーシューバターご飯、トリュフ醤油がけ、アホなんちゃう？あ、アホなんちゃう？うまいに決まってあるやん。お、美味しそうすぎてアホですよ。
るんだね。絶対もう食う前からうまいの分かったりやんな。すごいな。すごいね。うわ、そうか。あ、そうか、今ラーメンはあかんか。ラーメンは。飲んじゃ何食べたいの？私、せっかく鎌倉だから、はい、しらすを、しらすご飯、ご飯とかかな。なるほどな。せっかくだから。こっち小町通りです。あ、ね、小町通り、これ人大丈夫かこれ？ちょっとすごい人通り。どうする？こっちとは行きます。どっち？今曲がれましたよ。じゃあもう小町通りはさすがに 人がもうえぐいわ。もう昼時やからピークやから、ちょっとあの路地路地行きましょう。そうですね、もう少しゆっくり歩ける道を探しましょうか。全然ブラブラしてないな。移動範囲少なすぎる。うまそうやねん。もうオムライスとかもあって、うわカレーや、鎌倉カレー、むちゃくちゃうまそうやな。これメニュー見てるだけで1本取れますよね。やめとけ、逃げるよ。葉山牛を使った高級ビーフカレー。みんな通り過ぎよ。逃げよう。通り過ぎよ。あ、でも今もまさに昼時やからね。ちょっとね、無理ですよ多分この時間帯は。めっちゃ並んでる。何屋さん、めっちゃ並んでる。沖縄そば鎌倉で、むちゃくちゃ並んでる。すげえ並んでる。これな、鎌倉そばですか。え、卵焼き、卵焼き、卵焼きで並んでんの。卵焼きの行列だったんですね。むちゃくちゃ並んでる。どういうこと？卵焼きでこんな並んでんの？すごいね。なんで？これはもう見たいけど、これ並んで無理やもんね。ちょっとなんか調べようぜ。そうですね。そうですね。後で画像だけを楽しもう。また次来るときはぜひ食べたいです。逆にさ、人気のない通りに行きましょうよ。人気のない通り。どうする？あっちは無理やな。突き抜けてみます。あ、そう、小町通りを超えるのはありかもしれないですね。あ、超えよっか。こんな変なロケの仕方ある？メイン通りをとにかく避けるっていう。ルールに縛られず歩けるのがこの宮散歩の醍醐味なんです。こんなとこにこんな店ある。はいはいはい、それを目指そう。散歩日和、ね、最高にお散歩日和やけど、こんな鎌倉っぽくない景色ないって。ほんまの路地やねんから。いや、でもいいと思うよ、本当に。ここもきっとなんか素敵なレストランやったんやろな。いや、こんなライトとか可愛いや、昔の。なるほど、おしゃれな。多分洋食屋さんやったんかな。これやってるかもしれません。やってるかな。そやな。ごめんください。いや、本当に違った。せやねん、今の怖かった。そっか、それ可能性ありますもんね。絶対やねん。でもドアノブもないし、 ありえへんとは思ったけど、ごめんくださいって言ってか細い声で、はいって聞こえたら、どうしようと思って。全員思ってるやん。全員ちょっと怖かったやろ。ドキドキはしてました。出る、言ってるはずない空気なんで。一行はさらに人気の少ない路地へ向かっていきます。オーダーメイドリングやって、手作り指輪体験できるで。これはでも時間かかるか。あと確かここ予約制なんですよね。あ、そうなんや。4000円弱とかできたりするの。1人なぜ知ってんの。調べたんです。飛び込み OK って書いてます。あれすやん。で、7000円くらいに。おい、全然違うねんか。情報が全然違うねん。ちゃんと2つとも違う情報だった。何やねん。後ろから人力車が。あ、ほんまや。なんか無人の人力車、なんか寂しいな。なんか前歩いてた人がなんか降りて歩いてる感じに見えたもん。ちょうどLINE電話呼び出されるっていう。あ、なんか模様下げやん。
あ、なんか あれで、ほら、雑貨屋さんあったで。とうとう雑貨屋さん見つけたで。喜びがすごい。おやおや、どうやら雑貨屋さんを見つけたようです。ちょっと入らせてもらう。聞いていこうか。全部俺聞かなあかんの。すいません、こんにちは。今ちょっとあの YouTube の撮影してるんですけど、中見てもいいですか。OK みたいです。ありがとうございます。すいません。うわ、かわいいかわいい。あ、ちょっとずな。これはストールですか。綺麗な色。このチャハットさんで取り扱う商品はオリジナリティあふれるものばかりです。今日も日が暮れたら寒くなる可能性ありますから、ね、なるほどね、はい、いいこと言った。今日初めて言うことに、あの数ヶ月ぶりに言うことすいません、これください。宮迫さんです、ね、いきなり、いきなりすいません、お騒がします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ます今体育が来ました。ん、何、お雑貨屋さんですね。すっきやね、雑貨屋さん入りたい。聞いていこうか。こんにちは。すいません、あの今 YouTube の撮影してるんですけど、店内って撮影してもいいですか。 OK。 すごい、ひょっとつき中。あ、シュッシュね。ちゃんと無視してくれる。うわ、スプーンめちゃめちゃかわいいな。めっちゃかわいいやん。かわいい食器がたくさんありますね。これはちょっとこうて帰ろう。こうて帰ろう。スプーンな、そろそろ新しくしたいっつってたやんか。うわ、かわいい。え、こっちにいっぱいいるわ。いや、こんなにあるよ。どうする。うわ、めっちゃかわいいやん、スプーン。顔、スプーン顔、ゴールドとシルバーで持ち手の色に対して2色展開で。なるほど。どうするどうするどうする。まず自分のやつ着た。やっぱ俺はシルバーが好きだな。俺はもうこれですわ。これこれこれ。あ、それする？うん。ちっちゃいの欲しいな。なんでちっちゃいの？俺とリクはこうけどね。これは、これはこれも買った。いる？他の色は？揃える？揃える？じゃあこれにしよう。はい。一旦ちょっと置かせていただいて。一旦置かせていただいて。ああ、好きだね。これ可愛いよな、この皿。可愛いな。可愛い。欲しくなるね。そうやね、それもいいよね。これどう。うわ、これかわいいやん。あ、これあ、でちょうど3種類あるやん。あ、それにする。あ、もう決定でした。あ、これはもうこのワンポイントかわいい。でこの色もかわいい。あ、これも決定です。あ、今ビビコンですわ。松田聖子以来のビビビコンです。はい、ありがとうございます。はい、すいません。はい、ありがとうございました。すいません、どうもありがとうございました。失礼します。買えたよ。めっちゃ買えてますね。お皿と、ありがとうございました。ありがとうございました。お皿とスプーン、
セット買いました。念願の食器ですね。念願、ね、下北の時も食器言うてたっけ、はい、そうそうそう、雑貨屋さん言うてな。いやすごいよ。そう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 、こういう、こういうのよ、こういうの、そうこういう買い物がしたかって。好みの食器を買えたようでご機嫌な宮迫さん。めちゃめちゃ悩むわ。楽しいね。楽しいね。江ノ電乗り場ですよ。寄り道、回り道をしているうちに鎌倉駅の方へ出てきたようです。ほんまや、どっちに行ったんやろ。どっち行く。もうお腹減ったわ。カフェを出てからはずっと歩きっぱなしでしたもんね。しらすな、しらす丼な。よっしゃ、食おう。お魚でお昼やからご飯もちょっとはええねん。そうですね。なんで普通に定食食べますよ、僕だって。選んで。お、あったよ、しらす丼。ここ、あれ。おー、なるほど。奥にイートインがあるのか。ちょっと聞いてこうか。はい。行こうぜ。うわ、イカキムチ。俺の大好きな珍味が山ほどある。うわ、すごい。本日のランチは山助さんでいただくことにしましょう。うわ、ほらもうすごいのあるで。こみて海鮮丼、えげつないな。うわーすごいすごい。どれする。これまそう。俺もやっぱ丼にしようかな。せっかくだから。釜揚げしらすのハーフもあるわ。あ、すいません、お願いします。すいません、はい。のんちゃんどれ。あ、はい、お一つで。はい、これ一つと、これあのハーフの丼ぶりで、はい、単品で、はい、本マグロ、本マグロお一つでと生しらすおき漬け、生しらすのおき漬け、はい、あとドリンク、ソフトドリンクってありますか。梅サイダーが、あとはアルコールになっちゃいます。あ、僕じゃあノンアルコールの。はい、はい、じゃあ梅サイダーで。はい、お願いします。あ、これもいいですか。カニの味噌汁に入れてますか。はい、はい、マグロ丼の方でよろしいですね。はい、はい、かしこまりました。お願いします。やったね、お腹減った。歩いたね、うん、歩いたね。あの梅サイダーうまそうやな。いいですね。はい、あ、いいよいいよ。まあ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 、直樹さん、ありがとうございます。お気遣いいただきます。あ、ありがとう。はいはい、はいはい、まあまあ、お疲れ様です。悪いね、悪いね、奥さん。お疲れ様です。はい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 、じゃあ乾杯しましょうか。乾杯しましょう。はい、乾杯。お疲れ様です。いただきます。うわもうこれはもうノンアルコールじゃないわ、もうアルコールやわ。ちゃんとノンアルコール。なんかこの、いや、このなんか何気にいっぱい歩いたやん、はい、そうですね。まさかのちょっと暑いっていうのもあったから、これはもうアルコールです。ほら、いや、感じ方が、はい、梅サイダー、美味しい。美味しい。あ、でもほら、鎌倉オールフリー。え、鎌倉。あ、違うわ。え、本当に。あ、違う違う、普通のやつや。あ、違う。普通のスイカ。普通のオールフリーでした。ボケたんや。本当かと思った。え、本当かと思った。もう3人も、え、本当にって。まじまじと見ちゃった。普通のオールフリーや。鎌倉オールフリーってなんや。ありえるか。鎌倉オールフリーありえる。いや、ありますよ。うん、こういうビールの。あ、なるほどな。いや、幸せ。どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、お待たせしました。終わった。
まかない丼になりますね。あ、もんちゃんだ。はい、はい、こちらでした。はい、失礼します。おいしそう。つやのある海鮮丼、鮮度の良さが伝わってきますね。ありがとうございます。うわーすごい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 。うわーすごい。はい、すいません。ありがとうございます。うわーすごいすごいすごい。すごい。とっとこ映えるわ。とりあえずどう食べるのこれ。わさびのとこに旨だし醤油で、しらすはこうガーっていくんかな。しらす丼のったりやもんね。いっちゃおう。中これぐらい。どうするの、のちゃん。のちゃんへいか。どうしようかな。のせつつか。まあまあ食うわ。何せよ。はい、はい、いただきます。いや、むちゃくちゃうまそうやね。どうしよう。まずこのカニ汁からいくわ。いただきます。うわー、カニの。あははは、おいしい。よし、うわ、すごい、もう、ジューシーみたいな、今。もうちょっとマグロが食いたくて、マグロがとにかく食いたかったんですよ。いただきます。あ、どうしよう。うわ、うまっ。うまっ。おい、何これ。かけていく、これ。うん、かけていく。いただきます。念願のしらす丼、お味はいかが？うまいな、もう。おいしい？うまい。よかった。しらすのおき漬け、初めて食べるかな。なーす。うわー、使っとるな。おきで使っとるな。うまい。しらすおいしい。ふわふわやね、しらすね。ふわふわ。塩気も、塩気がもうちょうど。塩気がなんかやっぱり。ね、これはええかな。いや、いいですよ。いいですよ。いっぱい歩いてますから。いいよね。ちょっと興奮しますけど。そう、まあまあでも、そうだな。でもこれはすみません。でも。とろけ、もう体全部がとろける。なんて素敵な油。オイルやからね。しびれるほどうまいね。うん、いやごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。最高でしたね。幸せ。探した甲斐あったね。うん、あった。もうほんの100点のあの昼食を取れました。幸せですね。まあ買い物もできましたし、昼食も取れまして、はい、もう大満足の鎌倉。いや、すいません。はい、サインしないもらってもよろしいでしょうか。もちろんです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。急にすいません。とんでもない、とんでもない。また来てください。もちろんです、もちろん。めちゃめちゃ美味しい。個人的でも構いません。あ、もちろんです。もちろんです。ステッカー作ったんです。あ、本当ですか。はい、よいしょ。あ、すみません。どっち貼りましょう。どっちがいいですか。あ、本当ですか。はい、じゃあこっちいいですか。白で。はい、白の方が人気やね。確かにね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい、とんでもないです。ありがとうございます。お疲れ様です。さあ、というわけで、宮散歩鎌倉編。はい、いや、最高やったね。最高、もう堪能しました。あの雑貨屋さんも行けて、はい、もうお皿も変えて、スプーンも変えて、そして念願のしらす丼も、うん、美味しかった。美味しかった。悩んで探した ね、甲斐あったな。めちゃめちゃ美味しいところにたどり着きまして、うん、食べれましたし、僕もちょっとダイエット中ですけど、あのしっかりめに食べれるものがありましたから。いや、あのしかもあの路地入ってさ、メインのいわゆる有名な通りじゃないところを行く散歩、いいね。いいね、やっぱり。やっぱ発見がいっぱいあるから。これだからバッチリです。ね。もちろんそのメインの鳥もいいですけど、やっぱいろんな発見できるんで、やっぱこう、まあ、今後も宮散歩はあの
路地裏を行くことが多くなってくるんじゃないですか。ちょっと外れた、うん、最高でした。ただこの後ちょっとねまだお時間がありますので次回の収録をもう済ましてしまいます。はい、はい、そんな言い方しなくてもついでですから。そうですね、そうですね、まあ、ついでと言いますか、ちょっとねデートで2人でデートで何年か前に、はい、江ノ島の方に行かせていただいて、江ノ島散歩をした時にその後にちょっとね台風とかで江ノ島がちょっと大変なことになったニュースで見て、うわ大変やなって大丈夫かなと思ってて、まあ、今はもちろんね、だいぶ復興されてちゃんとなってると思いますけども、久しぶりにちょっと江ノ島の方に、まあ、宮散歩江ノ島デート編を、はい、行きたいと思いますので、はい、それはまた次回、はい、お送りしたいと思いますので、今回鎌倉編は以上でございます、はい、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。次回の宮散歩もお楽しみに。Ha ha ha ha!